日本東京都港区港南港南は東京都港区の町名。現行行政地名は港南1丁目から港南5丁目。芝浦港南地区総合支所管内に属する地域である。郵便番号は108-007号。港区南部の JR 品川駅東側、東京港に面した沿岸に位置する。ほぼ全域が埋め立て地であり、北は芝浦及び海岸。 南は、品川区、北品川及び、東品川2丁目、西出高輪、は、東は、東京港を挟んで対岸に台場と隣接する。町内は、西側の品川駅前周辺に、ビジネス街が、主体の港南1丁目、2丁目、高浜運河を挟んで東側に住居と教育施設が、主体の港南3丁目と港南4丁目、さらにその東側の京浜運河を挟んだ。 港南五丁目に東京港の重要埠頭の一つである品川埠頭を要する。港区のお台場の飛び地を除けば、港区の最南端に位置する。品川グランドコモンズのビル群、品川セントラルガーデン新橋横浜間に日本最初の鉄道を敷設するために、明治政府により1870年から高輪沖の海岸の埋め立てが行われ、 造成された土地の上2872年に日本初の鉄道駅として品川駅が誕生したのがこの地域の始まりである。現在の品川駅も当時の品川駅とほぼ同じ位置にある。1912年には隅田川口改良工事が始まり、その時春節された土砂を使って芝浦一帯の埋め立てが開始された。埋め立ては段階を追って進められ、 1939年には、芝高浜町、芝海岸通りの埋め立てが完成した。町域内には、戦前より、東京市、東京都の施設が立ち並び、品川駅に接している割には長い間音通りの、ほとんどない寂しい場所であった。例えば、芝浦と、場は、かつて発生する動物の鳴き声による騒音や匂い、解体の際の汚水処理などの衛生問題等により、 各地のと、ばは何度も廃止、移転を繰り返さざるを得なかった。こうした問題を解決するために、当時の東京市は複数のとばの一本化を図り、1936年、芝高浜町の埋め立て地に新しいとばを開設。これが、現在の芝浦と、ば、食肉市場に発展した。当時の江南地区は、海と鉄道線路によって、 完全に人家と隔絶している広大な空き地で、騒音や匂い、汚水処理などの問題を回避できたためである。また、鉄道の引き込み線があったために、全国から牛や豚を積んで到着した貨車が、そのままここに集結できるという利便性もあった。しかし、品川貨物ターミナルや新幹線車両基地の跡地再開発が始まってからは1998年に、 品川インターシティ2003年に品川グランドコモンズがオープンしオフィスビルや商業施設が立ち並ぶようになりさらに2003年10月に東海道新幹線品川駅が開業したことで名古屋関西地区とのアクセスが工場もと,もと羽田空港に近いこともあり企業が次々と本社を移転し現在では都内でも有数のビジネス街となった 港区であるが、地域内のビルマンションなどに、品川駅にちなんだ、品川を名乗る施設、建築物が多い。また、江南3丁目から4丁目では2000年代に企業が、保有していた倉庫や工場跡地などの有給資産を売却、不動産デベロッパーによる再開発で、タワーマンションの建設ラッシュが進んで、タワーマンション街となって人口が急増した。 2014年には東京都によって品川駅、田町駅周辺まちづくりガイドラインが策定され、本地域はこれからの日本の成長を牽引する国際交流拠点、品川として一国内外のビジネスパーソンの活力にあふれる最も進んだビジネスの街、二世界の人々が集い交わる文化、地の交流の街、三世界に向けた、 次世代型の環境都市づくりを実現する街の3つのコンセプトの下で、さらなる都市基盤整備が進められている。2020年には、湖南2丁目の車両基地や土地付近に、山手線、京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅が開業、周辺には2024年までに新たに宿泊施設や国際会議場を含むオフィスビル、マンション、 コンサートホールなど7棟が建設される予定である。また、品川駅港南口の東海道新幹線、品川駅ホーム直下40メートルの大震度地下では、2027年に開業予定のリニア中央新幹線品川駅の建設工事が進行中である。1965年の住居表示実施の際、港区の南に位置していることから名付けられた。なお、それより、 前の1963年にはすでに、高南中学校、都営高南団地があり、そちらを由来とする説もある。高南地域居住人口推移2019年8月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。2000年代初頭までは、人口は6000人程度であったが、2019年現在、人口は3倍以上の約2万人に増加している。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。品川駅東口建設中の高輪ゲートウェイ駅港南4丁目に都営バス港南支所がある。新線計画あれは品川、NTT データ、品川ビル、品川グランドコモンズ NTT ドコモ品川ビル、品川シーズンテラスソニーシティ、ソニー本社ビル、品川インターシティ、 芝浦中央公園品川セントラルマーデン、江南緑水公園江南緑水公園デッキ、港南森の公園高浜運河沿い緑地。ありがとうございます。